こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、パイプドホールディングスを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析的につきましては2019年6月20日、時間軸についてはスイングとなります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、パイプドホールディングスの分析する上でですね、前提について確認していきたいと思います。まずね、いつものように最初はですね、掲示板の投稿ランキングの方から確認していきたいと思います。まずですね、パイプドホールディングスの順位につきましては、掲示板投稿ランキングですね、ランク外ということでですね、ちょっとね、人気がないのかなというふうに思っております。なんかね、私が確認した時はですね、50位以内に入ってたの記憶があるんですけども、ちょっとここもね、記憶違いなのかなというね、ふうに思っているところであります。あと、ティック回数もちょっとね、少ないんですよね。なんかね、これ、だいぶね、記憶が多分ずれてると思うんですけど、私が見たときは、2000回あったような気がしたんですけど、651回っていうことで、ちょっとね、少ないのかなっていうね、感じをしております。あと、最後ですね、日照金なんですが、日照金と、信用残の状況なんですけども、日照金の状況とですね、信用残の状況がちょっとね、差が出ているのかなという状況になっております。まあ、一応、日照金の方は 0.44 倍ということで、売り調ということになっているんですけども、信用残がですね、買いがまあ多いという状況だっていうところで、正確なのは信用残ということで、信用残の方を信用しますとね、ややね、買いが多いのかなというね、ところであります。パイプドホールディングスの分析前提のね、分析については以上になります。はい、それではですね、早速パイプドホールディングスのチャートを確認していきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年6月20日現在のパイプドホールディングスの月足チャートになります。早速ね、月足指数の方から確認していきたいと思います。ストキャスティックスにつきましてはですね、緑のライン、赤いラインね、ともにですね、 50% を超えてきておりまして、強い上昇トレンドになっていくのかなというね、状況に見えます。あと RSI につきましても、もうね、50% を、ね、余裕突破してきているので、このまま、基盤ね、上昇トレンドの状況になっていくのかなというね、イメージを持っております。テクニカル指標を総合いたしますと、上昇トレンドで、比較的強い動きをしているのかなというね、イメージを持っております。テクニカル指標のですね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。いつものようにですね、サポートとレジスタンスの方から確認していきたいと思います。サポートにつきましてはですね、切りのいいところですね、1000円付近ですね、サポートとして意識されるラインが、ね、あるのかなという、ね、認識を持っております。レジスタンスにつきましてもですね、直近高値のちょっと下ぐらい、1400円ですね、1400円ぐらいがあたりがですね、レジスタンスとして起動しているのかなという、ね、印象を持っております。あとですね、このラインですかね、このラインにつきましては、これ U 字型になろうかというラインなんですね。1235円というのは、この、U 字型の部分の高値になるラインになり、価格帯になります。なので、多分ね、おそらくね、この1235円という価格帯は、上げたくない投資家にとっては、ここをね、月足の終わりで超えさせたくないラインになりますので、おそらくね、下げてこようという、勢力と、上げていこうという、ね、勢力がぶつかり合うのかなというね、感じがします。なので、しばらくね、明日以降はちょっともみ合いになるんじゃないかなという、ね、イメージを持っております。なので、もしね、1235円をね、月足の終わりで、あとね、10日前後あるんですが、月足の終わりで、ね、抜いた場合についてはですね、このね、1235円からこの下の値幅が484円ありますので、テクニカル的にはですね、1719円あたりまで、上げてくる可能性があるのかなという、ね、イメージを持っております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年6月20日現在のパイプドホールディングスのですね、週足となります。早速ね、 RSI の方から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、 50% を超えてきてね、今調整、 80% 付近から、調整来ている段階なのかなというところであります。なので、50% と 80% を、ね、多くしているので、上昇トレンドの感じになっているのかなというところであります。あと、信用残なんですが、過去の水準から比べると高い、傾向にあるのかなというイメージを持っております。両方で、総合いたしますと、上昇トレンドになるんですけど、改ざんが、
まあ、整理されてこないとなかなかね、まあ、重いのかなという、ね、イメージを持っております。 RSI と CO の分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、先ほど月足で分析しましたサポートとレジスタンスの方ですね、チャート上に描画していきたいと思います。今ね、サポートとレジスタンスがここに描画されたんですけども、ちょっとね、下のですね、この出来高を見ますと、まあね、非常にね、活発な、ね、出来高があるのかなというふうに思っております。なので今ここにね、まあ、もみ合いみたいな感じがなってるんですけども、このもみ合いも含めて今ね、トレンドを発生してきている初動なのかなというね、イメージを持っております。なのでこれがね、もみ合いというよりはですね、まあ、トレンドの波動ということで、これについてはですね、ちょうどここにもですね、安値更新が止まっているということと、高値がね、上に抜いてきているので、まあ、エリオタードがね、まあ、通用する状況なのかなというところで、で早速ね、トレードステーションのですね、相場の原理原則を使って、目標株価の方をですね、出していきたいと思います。まあね、今事前に収録した、トレードステーションのね、内容がありますので、それをね、今からね、まあ、相場のゲリングスを使った目標株価について確認していきたいと思います。今ちょうど、ね、ここがね、今指しているところがですね、安値の更新が止まったポイントになります。チャートの、ね、エリオタードを使って今ね、エリオタード起点をしますと、まあ、目標株価については1808円ですね。なので、まあ、この高値を超えてきて1808円ぐらいまで伸びていくのかなという、ね、イメージをしております。でついでにですね、チャートボタンの方もですね、出していきたいと思います。チャートボタン的にはですね、まあ、この辺りになりますので、これ終値付近をね、まあ、実態結ぶと、まあ、1500円付近ですね、まあ、TP の倍、TP テーププレートの倍のところは1496円になってますので、主に1500円付近が目標株価になるのかなと。で、まあ、下に抜けした場合については850円あたりですね、850円あたりが目標株価になってくるのかなというね、ところであります。週足の分析については以上になります。はい、最後ですね、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年6月20日現在のパイプドホールディングスのですね、日足チャートになります。早速ね、 RSI の方から分析していきたいと思います。 RSI につきましてはですね、まあ、50% 力強く超えてきてですね、まあ、間もなくね、まあ、変わりすぎ水準のところまで行こうかというね、状況になっております。でですね、RSI を、ね、見ていきますと、まあ、ちょうどね、こういう感じでレジスタンスを抜いてきているのかなと、 RSI のレジスタンスだったポイントを抜いてきているのかなというね、状況に見えます。で RSI につきましてはですね、まあ、相場に一致または、ね、先行するという、ね、特徴があるということから、まあ、この、ね、抜けについてはこのね、今ここにあるもみ合いのポイントを抜けていくのを先行しているのかなというね、イメージを持っております。もしね、このもみ合い、まあ、RSI の、まあ、RSI を信じてですね、このもみ合い上抜けしてくれた場合についてですね、目標株価の方をですね、出していきたいと思います。目標株価についてはですね、この今ねここの部分がまあ、もみ合いになっているということで、レンジ上抜けした場合についてはですね、おめ1400円あたりですね、1400円あたりが目標株価になってくるのかなというね、ところであります。まあ、テクニカル的に見たら、まあ、1400円あたりかなというところですね。で、まあ、先ほどですね、1700円ぐらいのね、アウトプットが出ていましたので、まあね、どういう感じで、ね、伸びていくかというのをイメージしてみますと、おそらくね、こういう感じですね。で、動きについては、初め1400円あたりまで伸びて、そこからちょっと調整があってですね、しばらく揉み合った後にですね、上抜けして、まあ、おそらくね、上に行く場合には1600円あたりですね。1600円か1500円か1600円あたりは伸びて、で、さらにね、まあ、ペナントかなんか作ってからね、1800円あたりか1700円あたりまでね、伸びていくのかなというね、イメージを持っております。で、下抜けした場合については、まあ、ここが騙しだった場合ですね、1400円あたりに終わってしまった場合については、まあ、おそらくそのままね、下げてきて、まあ、一回このあたり止まると思うんですけども、まあ、そのままね、下げて、600、800円あたりで、ね、一回揉み合って、でそのままであれば、揉み合って下抜けした場合についてはですね、600円あたりまで下落していくのかなと。で、まあ、ここで、揉み合って上抜けしたらまたね、この1300円ぐらいか1250円あたりまでね、戻してくるかなというイメージを持っております。日足の分析については以上になります。
はい、いかがでしたでしょうか。パイプドホールディングスについてですね、分析してまいりましたがですね、いくつかね、皆さんのためになれば幸いです。動画のね、予想の内容についてあくまでテクニカル分析の内容ですので、そこでですね、この、ね、情報をどう使うかというのは、皆さんの次第になるというところであります。入るにしてもですね、やっぱ作戦、自分なりに作戦立てて、入っていった方が多分ね、いいと思うんですよね。これはあくまでこの情報としてはあくまで参考という形でですね、使っていただければなというふうに思います。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらですね、チャンネル登録と高評価の方お願いいたします。金ちゃん BBH でした。